それではピヨ将棋のレベル30、最高レベルですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと真剣にいきますよ。まあ、今までも真剣にやってたんですけど、この三間飛車を採用するというところに真剣さが、真剣であるということがね、お分かりいただけるんじゃないでしょうか。おっと、角道を開けないで王様囲うっていうのは、なんかすごく何かを分かってる人って感じしますよね。人じゃないですけど、まだまだこれからピュー当たり前ですね。さあ、セミの応援団が外で騒いでますけれども、やっぱり考える時間が長いですね。やっぱり最高レベルになってくると、レベル1とかさ、もう瞬時にパン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 刺してきましたけどね。まあここは端歩をついておきましょうか。まあ角、ここで角道止めたいですね。まあ角道開けたままでもいいんですけども、てかプロだったら多分角道開けたまま刺しそうなものですが、ちょっと怖いんでね、角道止める方が慣れてますね。やっぱり角道止める方が、そのね、自分勝手に駒組みができるわけですよ。角交換、いつでも角交換されちゃう形にすると、そう、相手の出方とか見なきゃいけないんで、非常にこう複雑になるっていうか、そうそうそう、穴熊ですね。まあ、いろんな指し方ありますけど、まあ、ワンパターンな学べ流を目指しましょうね。まあ、高山流とか、ね、下町流とかいろいろありますけども、ただ、ちょっと差しこなせないので。まあ、このノーマル三元で負けたらもうしょうがないよっていう、そういうことですね。多分ね、相手は5三銀と上がってくると思うんですけど、そこで4五桂、あ、違いましたか。まあ、一回5銀上がって、うん、で、こうね、3七桂と跳ねると、普通4四歩とか受けるのが、まあ、その、ね。まあ、普通はふんどしの、ああ、でも、そうですか。ピヨ将棋ってさ、ふんどしの剣防がないっていう、そういう傾向があったんですけど、いやでも防いできましたね。まあ、ここは角道を開けて、多分相手は先金を寄るでしょうね。うん。で、そこでね、まあ、甲府をつくわけですよ。悠長に。で、相手は角引いてきたところで4五歩ですね。なんでそういうことやるの？そういうことやるとさ、これ、いやでもこれ、そうやられたらもうこういうふうに突っぱねるしかない、ねえ、こう。ちょっとね、いい、ねえ、せっかくてめえが穴熊組みたいっていうから素直に組ませてやってんのにさ、ねえ、邪魔してもいいところをわざわざ邪魔せずに、穏便にね、うん、人の家作りをさ、邪魔しないであげたのにさ、おう、ほうほう、あ、そうですか。まあ、でもこれはこっちから角交換して、あ、ならなかった、間違えた。これならないとなるさ、位置逆にしてほしいな。やっぱり左から、やっぱり見ますからね。で、これ同銀ですかね。
これ桂馬跳ねていったらダメなのかな。桂馬跳ねて。うん、でも桂馬跳ねたいですね。あ、でも、まあ、桂馬跳ねますか。え？あ、そうか。あ、やっば！何やってんの？見落とし。え、でもまあまあ、飛車、飛車で。え？でもまあ、一回取るか。いや、これは手抜かないと思いますけどね。まあ、これ5八飛車で一応受かりますね。よく見たら。別に飛車角交換は別に損ではないので、でもこの6九角っていう手でやばって思っちゃいけないんですよね。だって、その手を見越して、5八飛車で受かったっていうのはたまたまであってさ、それはそのね、たまたま受かっちゃっただけであって、読み筋ってわけじゃないですから、読み筋で受かる、だったらいいんですけど、そういうわけじゃないんでね。うん。これはね、あ、互角ピヨって言ってますね。でね、これ6九飛車は、次に、特に何もないと思うんで、これ攻めて、あ、ちょっといいよ、もう。これでいいんじゃないの？これ厳しくないですか？これ意外と。これ3五の金が上ずってますけど、でも、攻めの拠点になっ、はぁ、あ。へぇ、へぇって感じですね。うん、でもまあ、一回は取りますか。まあ、3六桂馬と跳ねてくるという筋はあるんですけど。あ、一回取りましたね。ただですよ、これ、6六角が絶好じゃないのかな。これ、相手さ、2二金。2二金？ 2 二金？ 4 四歩と、4四銀ですか？ ええー、でもこれは、同金、同歩、同角。まあ、大駒近づけて受けようですかね。まあ、相手に金が入るの気持ち悪いですけど、でもまだ大丈夫なんで、取っちゃって、まあ、これ同歩ですよね、さすがに。でも、普通に同角で、まあ、2二金打ちとかするんですかね。2二金上がりですか。これね、攻めに行ってもいいような気もしますね、これね。ただでも、4九歩とか受けとくのもいいような気がするんですよ。4九とかに受けとけば、当分向こうからの攻めないので、それもいいかなとも思うんですよね。迷いますね、これね。これ意外といけるんじゃないかなっていうか、あ、でもそうか、4九歩は4二飛車ってちょっとやらしいな。じゃあ攻めに、強気に攻めに行くか。これ相手は根本的な受けはないと思いますよ。根本的なね。根本的に攻めをね、あ、切らしてくる。ああ、叩きね。え？同玉で？あ、4五桂か。同銀も危ないけど、同銀は同玉ですか。あ、でもそうか、3六金とか押さえてくるのかな。ああ、そこでね。この手は詰めろではないと思いますけどね。詰めろではないでしょうね、多分。なので、まあ、あ、でもそうか、銀渡すと詰めろになるか。え、詰めろになる？いや、ちょっとわかんないな。3六金が、3六銀とか3六金でからですよね、詰むとしたら。3六金、4八玉、3九銀、5九玉では詰まないよね。
いや、ギリギリこちらの王様詰めろになってないかな、銀渡しても。じゃあ2二、とりあえず、2二銀何と取っといて、同金の一手に、もう3一銀で勝ちならわかりやすいですけど、そんな単純に行くのかな。いや、でも、こちらの王様の罪が見えないですね。だから、わからないので、3一銀。相手をし、あの、自分を信用する。え？これ、詰むの？え？これ、詰まされてんの？これ。あ、え？え？わからない。同銀で？え、なんか、なんか、詰みましたみたいな、なんか、そういうな、風情醸し出してるけど、でも、詰むんですか？これ。え？詰む？いや、わかんないな。桂はいかない、一応。まあ、逃げますね。え？あ、え？あ、そ、え？よ、ああ、そういうことか。まあでもこれはしょうがないな、これ。しょうがない。うん、これしょうがないですよ。これしょうがないね。これ、ここの、この4三桂はちょっと見えなかった。うん。まあしょうがないですね、これはね。でも結構いい勝負でしたね。別にこれで、このぐらいの将棋ができるんだったら別にそんなに不満はないというか。でもピオ将棋って結構いいですね。いろんな戦型指してくるし、なんかハム将棋とかと違っていろんなね、いろんなことやってくるから。なんかコンピューター臭さもさ、そこまでひどくないっていうかさ。これは？こうするか。まあ、4八玉と。うん、おっと、いわゆる4三戦法ってやつでしょうかね。これは2八玉危ないですか？いや、そんなことはないと思いますけどね。別にこれでいいんじゃないの？これ別に危なくないですよね、別に。同飛車で角交換しても別に何もないし。角交換はしないか。ああ。これ同銀、まあ同銀ですかね。ああ、でもそ、ああ、五五角ね。いや、でもちょっと待って、ちょっと待って、これ危ない、危なくないって言いましたけど、これ1八玉と寄ると1五歩から攻められますね。あるいは、3七角と合わせても同角なり同桂とすると桂馬の頭があれなんで、これ3七角と打って、同角なりとしてきて、まあ、うん、あ、ここで角を逃げるって言っても、あ、これ同玉と取るしかないか。まあ、金か、金上がって。まあ別に玉が3段目に行ってもね、別にすぐ同行ってこともないのでね。なんか積極的ですね。これ逃げると？うん。なんか、いろいろとやって、うん、いや、でも、どうなんですかね。
これ次3六角と出られても逃げ、あ、でも危ないか。こういうのって結構ね、やられちゃうパターンっていうのもあるんですよね。だからまあ、しょうがないから4五角と合わせるか。で、同歩と取って。いやー、なんか怖い形になっちゃったね。これ2六歩じゃダメですかね。2六歩はまずいのかな。2六歩とすると2七角とか打ち込まれるか。それがちょっとうるさいですね。なので、まあ一回2八銀と上がって、2八銀も形悪いけど、これは玉頭なので取らないとまずそうだな。同飛車の、あ、そうか。ああ、そうか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 、なんね、いや、どういうことかっていうと、次4四、これさ、銀取る狙いなんだけど、どうしよう、これ、これまずいな。これ、3八金とかしたいんですけど、そうすると4四飛車とされて、王様逃げて飛車になられるんですよね。あ、まずいな、これ。あ、まず。3七桂と跳ねても、やっぱり4四飛車でダメなんで、いや、これはちょっとおかしくしたなぁ。こうする？こう、銀上がりますか？ああ、でもこれもダメか。4、同桂なり同桂3、4、6銀とか。これ全然ダメやん、これ。さっきの将棋のがはるかに良かったね。歩で受けるしか。なんか、まあ、いいや、取るよ。ダメだ、こりゃ。全然ダメやん。ちょっと序盤の、相振り飛車の序盤が隙ありだったか。まあ、金寄るぐらいですか。ああ、でも、まあ、まあ、とりあえずね、すぐには負けませんね。負けない、負け。これは？これ同金だと4九、まあ同、まあでも、まあ同、まあ同金ですか。これ同玉としても結局桂馬とか打たれてガチャガチャ攻められるんで、同金しかないかなっていう感じですかね。まあでも、まあこれも取るよ。こうだな。もう金を受けてるよりも、もうとにかく王様逃げて手数を伸ばす。あー、しかし手数が伸びないのか、これは。いや、いいよ、もう飛車なんてまだくれてやるわ。そしてこうだ。まあ、これも掛け打ちですね。もうこれあれですよ。コンピューター相手だし、正直、
さっさとつ、あの、もうこんなのもうさっさと中断してさ、次の将棋行きたいんですよ、本当は。だけど、それでもあえて悪粘りをするっていうね、そこを見てほしいですよ、視聴者の方には。そこをね、それが売りなんで、往生際の悪さですか？こうやってね、勝ち目なくてもいいんです。勝ち目なくてもね、どれだけ手数伸ばせるかってことをね、執念燃やしていく、いきますんでね。だから、コンピューター相手でもそうやる、そういう指し方するわけだから、人相手だったらもっとそうなりますからね。もっと、往生際悪くなりますからね。これも当然、次6級流1手詰めなんで、1手詰め防ぐためなら大駒だって何でもガチガチ投入していくから。1手詰めさえ、1手で詰まされなきゃ、詰まされることを防ぐためだったら、いくら地利貧になろうが関係ないというね。これはね、これね、同玉は3七角って打たれて、下段に落とされるんですよね。なので、こうですよ。あれ、これ詰まされてんの？でもここで逃げとけば詰まないんじゃないの？なんか詰んでんのかな？ああ、そうか。まあ、同金ですか？ああ、詰まされてるか。ちょっともう一回入れましょう。次最後ですけど。やっぱり居飛車穴熊でやってきてくれた方が勝つ可能性が。あ、四間飛車か。どうしよう。三間でいきますか。まあ、棋譜というのはですね、なんかプロは棋譜を汚すのを嫌うとか言いますけど、私は棋譜を汚すのが大好きな人なんでね、もう棋譜はもう汚れていた方がいいというかね、もうバッチくて、もうバッチもう棋譜用紙を見る、もうなんちゅうか、もうバッチくてバッチくてっていうね、そういう展開が好きなんでね。まあ、これはちょっと。あ、ちょっと待って、これまずいな。あ、大丈夫か。2八。これ、次さ、何もしないと3六歩同歩、5五角で初心者がハマる、ね、相振り飛車の初心者がさ、ハマるパターンになっちゃうんで、それはまずいので、さすがにね。だから、まあ、3八銀ですかね、やっぱり、形的にね。これは、どうしようかな。こちらも飛車浮いとくか。まあ次に8四飛車ってされるとね、ちょっと困ってたんで、まあとりあえず飛車浮いとけば安心ですかね。何その手。これはね、追いかけないとまずいですよ。で、これまた戻るでしょうね。6四角は6五歩でちょっとまずい。ですので、そうですよ、戻りますよね。で、そこでまあ、こうですか？なんか浮き飛車と5七銀のバランスはちょっと良くないのかもしれないけど、まあでも、まあ5六の地点をしっかり守っていくというところですね。また穴熊すんのか。なんか振り飛車穴熊って自分がやるとあんまりうまくいかないんですけど、人にやられるとね、なんかね、きついんですよね。
まあ、これ高美濃囲いにして、まあ、しっかりね、守り固めて、すぐに負けないようにするってことなんですけど、ただ、相手の守りもね、まあ、すぐに負けない形なんで、この調子ピヨってなんかもうすでに優勢意識してんのかな。こうやってさ、ピヨ将棋って、突拍子もなくね、端歩からね、ちょっかい出してくるんですよね。これ何かあるんかな？同香同香1四歩とか、無理やり香車をもぎ取りに行くとか。でもこれは、これちょんまげミノってか、銀冠にして、うん。香車が入ればさ、端攻めのね、役者が揃いますので、もうこれね、一回こう1七歩と受けて、こう銀を繰り出していくっていう、2七銀とね、繰り出してから香車をもらいに行けばいいんじゃないのというね、そういうことですね。おー、まためんどくさいことしてくるね。さあ、相手は銀が欲しいんでしょうけど、銀はないですから。あ、てか、桂馬が欲しいのかな。ちょっとでこちらの角の使い方難しくなりましたね。角は好きな駒なんですけど、あ、まあ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 。ん？これ1六歩やっちゃダメですかね。同歩1六歩で香車取れるんですけど、ただ同香同銀でさ、同飛車とかしてきそうなんですよね。まあ、要するに1六歩同香同銀で香車取れるんですけど、そうするとね、なんか飛車切って8七に打ち込んできそうなんですよね。なんかそういうことでやられてね、結構痛い目にあってんで、一回角引いとくか。あ、でもこれ9七角のが良かったかな。いや、わかんないけど。ほう。なんかよくわかりませんが、とりあえず取りましょう。わからないものは取るのが一番ですからね。まあ、ここでもうこうやっちゃってね。普通に考えれば、これはね、駒得で、こちらがいいはずなんですよね。普通に考えれば。ほう、ほうほう。へぇ、へぇ、へぇ。これ、1四歩って打っちゃダメかな。同飛車なら1五香とか。ダメですかね。1五香なんか味悪いかな。でもちょっとやってみたいですよね。1四歩と言って同飛車は1五香の田楽だし、まあ純田楽、うん、あ、1五歩、あ、同飛車ですか。でもこれ1五香車で一応田楽だしなんですよね。まあちょっとあんまり美味しくないタイプの田楽刺しですけどね。やっぱり、田楽刺しっていうのもね、やっぱり美味しいものをね、おっと、同飛車ですか？取って？やっぱりね、その、おでんっていうか、田楽刺しっていうのもね、やっぱり美味しい具材を使わないと、あまり美味しくないですからね。やっぱり、まずい食材を、その美味しい食材でごまかして、まずいものと美味しいものを混ぜて、その、混ぜることによって、まずさをね、ごまかすとか、そういう田楽刺しっていうのは、ちょっとね、あんまりその客を騙すんじゃねえよって言いたくなるというか。まあでも、とりあえず2一飛車が攻防手なんじゃないの？これ飛車、桂馬を取ってしまえばね、かなりいい形なんで。あ、てかこれ、2六香車があるか。でもしょうがないんだよな。うん、まあ逃げといて、うん、歩切れなんでしょうがないんですね、これはね、うん、同玉で、でもこれも別にそんなに形勢悪くもないと思いますけどね、うん、悪くないんじゃないのかな。ああ、またそういう戦術に出てくる。これ8八角とすると9九桂なり同角。何もないですよね。とりあえずこうやっとくか。これ、香車もらって、香車、同角で？これ、香車向こう持っててもさ、別に2六香打たれても別に痛くもないと思いますけどね。あ、桂なりですか。そうですか。
まあ、なんか嫌な予感はするんですけどね。これ、次2、6、2、7、歩とか垂らされるの嫌なんで、まあ、1回は逃げときたいですね。へえ、いや、その手はないだ、え、あ、あ、でもそっか、あ、でもそっか、あ、えー、あ、そうか、その手があるのか。いや、これパッと見さ、ありえない手じゃないですか。こんなとこに銀打ってバカじゃないのって思うんですけど、だけどさ、これ、まあ、要するに何が言いたいかというと、7七角と逃げると8七銀不成で飛車が取られちゃうんですよ。で、8八角と逃げても8七銀不成で飛車角両取りなんですよね。だから、ここはもうこう、歩をついてさ、あ、でもなんか余計なことしたかな。今、同飛車と取っていって。攻め合いに行くしか、あ、強、ええー、強者。そこまでするんですか。じゃあ、もう2、4飛車と回って、あ、これで、まあ、角は取られますけど、あ、取らないんだ。これ悩みますね。角逃げる手もあるけど、角逃げても8七銀成で結局取られるのかな。まあ、受けときますか。いや。でもこれ、2八歩成と変えても同金で何もないような気もするんですけどね。一回飛車成るか。で、桂馬打って攻めていく。なんか、あんまり筋よく、でも右から、横から攻めるしかないですからね、これね。さあ、6九角は、次5八角成とされるのがちょっと嫌なんですよね。だから、どうしようかな。4八玉、危ないかな。4八玉、2八角成、同金、同成桂、同竜。でも、こういう受けで。まあ、相手に金銀入ると結構やばいんですけど、今はないのでね。で、2八歩成も同金、同成桂、同竜、同竜でね。で、同竜と引きつけて。まあ、竜の守りっていうのはあんまり金銀3枚とも言いづらいですけどね。あんまりね、その、やっぱり、竜とか馬の守りっていうのは、何それって、同金だと、同玉だと4七角成ですか。でもそこで4八金とがっちり受けたら、そこまで大したことないような気もしますけどね。てかこれ放置しても5八角成、あ、でもそっか、5八角成35、49、馬、290、どうなんだろう、これ。どうなんですか、これは。これ、同玉でもいいような気がするんですよね。同玉と取って、4七角成に4八金と受けちゃって、特に何もないという、どうなんですかね。なんかでも、その、ピヨ将棋もやっぱりさ、強いんで、何かがありそうなんですよね。何かがあるってことを信用しちゃうっていうのがね、一番良くないですよね。つまり、パッと見何もなさそうっていうね、そういう感じですよ。パッと見何もないんだけど、何もなさそうなんだけど、でも相手強いから何かあるに違いないとか、なんかそういうさ、恐れ？そういう恐れを私は無視して取ってしまう。4七角成しかなくて、で、相手さ、金しかないわけで、金と歩しかないわけですから、これ金受けてガチンと受けたら、これ以上攻めなくないですか？てか馬が取れちゃってんじゃないの？これ。ええー、何その手。これ、同金は5七、馬がちょっと、でもそれでも、ええー、でもこれ、同竜もあるしな、これ、同竜もあるし、同竜、同馬、同金。で、飛車打たれて、あ、で、飛車打たれて、桂馬取られるか。手順に玉、王手、桂取りがかかり、これ、同金ってする手もありますよね。同金で5七馬、で、5八金と受けて、でもこれ、駒得に走りたいな。これ、同馬しかないですよね。
同馬しかないで、同金と取って、相手飛車と歩だけなんで、特になんか大きな、なんか厳しい攻めがあるとも思えないですけどね。ああ、そっちから打つんだ。そっかそっか。まあそうですか。これは金でがっちり受けるかな。あるいは香車とかで5八香とかで節約して8九桂なり、8九飛車なりには、あ、まあでもこうですかね。あ、桂馬を取りに来るんですか。でもそれやられたらもう5一飛車台しかないですね。さあ3四の銀で、この桂馬があっても、あ、でも次2六桂とかあるか。2六桂でも2八金と寄っといて、あ、でもそうか。わかった。ここでね、まあまあ、なんというか、こうですよ。これ、あー、ちょ、ちょ、待って、待って、ちょっと待って、待ったしたいんだけど、何やってんの、同郷なるやん、バカだね。ちょっと待ったしていい、待ったする。ごめん、待ったする。待った、もういいよ、待ったするよ、もう3、レベル30だから。ちょっと待ったするよ。ちょっと待って、いや、同郷なりがあるやん。これ、待ったするよ、これはもう。待ったのボタンあるんだから。これ次、2六桂がきついんですよ。2六桂、4八金って寄ると、8九桂、8九飛車ないとかされて、合駒して、とかなんかそういう感じなんですよね。あ、でも、そっかそっか。あ、でも2六桂には3九金と引いておけばいいのかな。でも、それでもやっぱり、飛車乗られたんだよな。まあでも、攻め合っていくか。で、これは、これならこう逃げといてね。でも2六桂がちょっと嫌ですね。詰めろではないかもしれない。詰めろではないか。詰めろで、あ、取りますか。どうしようかな。ああ、何？こうですかね。ああ、来ましたね。これ、8三桂ならず、同銀7一竜じゃまずいのかな？ 3 一桂なり同玉、2六桂で詰まされてはいないですよね。まだ詰みはないですよね、多分。詰みはないと思うので、これやって、んー、ダメかな。いや、でもいいと思うんだけど、これ。ならない。で、こう、こうやって。同玉で。んー、でもまた受けに回ってくるのかな。これ、2六、ああ。ほうほうほう。そうですか。これは逃げるしかないのかな？逃げるしかないか。まあ、一回逃げとくか。ほう、この手は次に3七桂成同玉3九竜としてきて、3八歩と受けて3、でもそれも詰まないですよね、やっぱね。詰まないですよね。2六桂と打ってきても
4七玉と逃げ、あ、4七玉じゃなくて、4七玉か。ん？いや、これ詰めろにはなってないと思うので、こう攻めに行ったらまずいですか？ここですよね。4七玉、4九竜、4八金、3七桂成同玉。やっぱ詰まないですよね。じゃあこれ上に上がるか。これ4八銀でも詰まないと思いますけど、あ、4八銀危ない？あ、そいつは危ないな。ちょっと4八金ですね、これは。4八銀だと3七桂成同玉3八竜で、いきなり詰んじゃうっていう。お？あ、そっか。相手の王様詰まないもんね。詰まないんですよね。あー、ちょっと待って、これ、受けの技術が問われてますね、これは。これどうしたらいいんだろう？これ受けあるのかな？これ飛車を取ると、竜を取ってしまうと3七桂成で詰むので、5五歩とか、こうですか？まだまだこれからって言ってますけど、なんか受けが結構ややこしいっていうか、なんか、なんかや、あ、でもこれ3七桂成で、まずいかな。あー、これ同玉は3六金で詰まされてるって感じですよね。なんかまたなんかやられちゃいそうですね、これね。いや、これダメか。これ詰めろですよね。相手の王様は、8三桂ならず同金の形がちょっとね、金なんでね、詰まないですよね。あ、でも金打てばまだ、あ、でもそっか。金打ち？ああ、もうじゃ、もうなんかダメだな、これもう。結局何やっても、あれ？ああ、そっか。結局やっぱり、なんかちょっと良さそうな局面あっても、ほらほら、先手優勢の局面もあっても、やっぱりさ、じゃこのグラフ合ってんのかな？これ絶対こんなに優勢な局面なかったと思いますけどね。まあそんなわけでね、ちょっと、ピオ将棋レベル30に勝つのはこれからの課題ということですね。ありがとうございました。